しかし司先輩の調理、ああ以前よりずっと冴え渡っているな。確かに随分進化しているね。ほんと相変わらず圧倒的でやんなっちゃうね。イシケ先輩、久我先輩、ちょりちょりちょり、すー来ちゃったよ。どうやら相馬くんの勝利は見逃してしまったようだね。ま、雪姫人のことは心配してなかったけどさ。